俺が辞めさせませんよ、夏目さん。え？月村様から例のこと聞きました。私が無理にお願いしたんです。実はまぶたを二重にして術後の跡が落ち着くまでメイクの相談を。お前何勝手なこと。お客様のプライバシーを。大体夏目さんが個人的な接客。そんなのできるわけないじゃん。真面目すぎて容量悪いし、そんなことしてたら絶対俺気づくし。この人は全部知ってたんですよね、昔のこと。トラブルが解決するまではと思って踏み込まないようにしてましたけど、もういいですよね。俺夏目さんのこと全部暴きます。お疲れ様です。佐橋です。え、あれ佐橋くん、夏目くんは。夏目さん今手が離せなくって。何ですんの。ええ、あ、その件でしたらご心配なく、全部俺たちで片付けたんで。それにこの人も俺のなんで。え、それって。失礼します。それじゃ、次はチーフたちの誤解を解きますよ。